1回目、ソフトクリーム食べ放題食べる。すごい固まってるやん。固まるソース、いや、うん、めっちゃうまい。抹茶ソース、うん、抹茶ソース超うまいもっと食べたらよかった。いや、ソースもっと、うん、おいしい。おいしい、うん、いっぱい食うか。いっぱい食う、たまに食はる。巻いてる、他にもやってる人人気ないな、うん、まあ、盛り上がってんな、うん。何杯食うの？5杯目標。5杯？ちょっと1杯を多く入れすぎたかな。いろんな味を、うん、少なく味わえば。器も汚れるし。あ、そうか、器これだけやもんね。そうそう。で、中に仕込んで、カラースプレー。ほんまや、出てきたやつ。これ、前でチョコレートパリパリになるから、すごい。うん。固まるの、チョコレートが。いいな。これうまいよな。次いちごにする。あ、こっち向きの方がいいちょっと待ってね。いちご、いちご、いただきます。2杯目、ね、おいしい。ポテト。おいしそう。うん、うまっ。え、もう食べた？あ、いえ、次3杯目、うん、バイバーイ。まだ待った？待つ。うまい。あれ、多分チョコが固まらんタイプ。ほんま？うん、すげえ。これうまいな、カラースプレーが。そうそうそう。なんか、なんか、あ、こっちの方が綺麗。うわ、うまい。ここにめっちゃソース入れた。いいな。でも、3杯食ったら元取ってるよな。どうなんやろ。ん？どうなんやろ。450円ぐらいしたの、税込みで。うん、まあ、そんなもんか。でも、めっちゃ、これ器結構大きいから。な、立派やな、カフェの器。あれの時ってこうなるもんね、しゃぶしゃぶの。そう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 、ちょっとちっちゃいカップみたいな。メインで食うわけじゃないからな。そうか、これメイン。ちょうどポテトちょうだい。どうぞ。マヨネーズもったいない、使わない。うまっ。てか量めっちゃ多くない？意外と多かった。これ絶対個体差あると思う。個体差というか店によって、とか入れる人によって。いっぱい入れてくれたのか。ラッキー、ありがとうございます。コーラ、これで300なんや。うん、絶対餃子よりこっちの方がいいよ。餃子食べ私で。そうそう、餃子かポテトか迷って。めっちゃブレるもん。ありがたい、ついてみればいい。いいよ。どうしてもアイスの食べ放題が食べたくて、焼き焼けでちょっとしか寝てへんのに入れてこい。あれ、3杯目完食した？うん、うまっ。うまいよ、少ないっすか。しょっぱくったらまた甘もいけるからな。じゃあもう一回いってきます。はいよ。
見た目はただのあれやけど中に入れてんねん。そうそうそう、中にソース入れて、カラースプレー大好き。うまいな、カラースプレー、うん、うまい。軽い。この中にあのソースを入れたから、これ見て、ここ固まりな、抹茶ソースの固まり、冷たくて固まる。全部チョコレート、これ、うん、そうそう、もうすごい分厚い、分厚いかも。これこれこれ、これ全部あれや、ソースや。そう、うまっ。ちょっとごめん。いやもうカフェみたいなもんやな。そうやね、いいな。佐藤初めて昼来たけど、昼というか3時やからもうおやつの時間。そうそうそう、うん、結構カフェする人多いな。そうやね、甘いもん食いに来たりスイーツとか行きますな。カラースプレーカラーしてしまいました。うわすげえ、これもこれなんかバニラアイスと混ぜたら固まるから、すげえ。え、なんかだってブクブク言ってマグマみたいにこうなんでもうなんや、池みたいになってるやん。これ割れたら、今まだす、まだ液体やけど、うまい、液体やけど、アイスと混ぜたら、あ、そういうことか、冷たいのに触れたら、そう、これ、これとかも固まってる。なるほど。あ、でもこの辺までしゃばしゃばない。そうそう、抹茶ソースが一番美味しい。うん、いちごより抹茶の味が濃いから。なるほどね。5杯目やで、もう元取ったわ。もう十分すごい、ね、食べれると思わんかって、5杯目な、すごいな。シンプルやな。じゃ最後は何もつけないと食べる。6杯目、そのままの良さを。そう、もうちょっと6杯目まで来ると、うん、ソースとかくどいからもういらんってなる。なるほど。うまっ、元取りました。よかったよかった。うん、シンプルうまい。438円税込みで、6杯食ったから1杯100円以下って。結局6杯食った。6杯よく食ったね。よく食った。もう一食はね、夢に出るぐらい食べたかった。そうやね、夢出たもんね。そうそう、夢に食いたすぎて。そうそうそう、急遽来たもんな。そう、ありがとう。満足しました。よかった、満足したね。うん。